ああ、だよね。はい、これでしょ。このじゃんけんは得意ではありません。何？何？何？楽しいよね。皆さんこんにちは。まわりチャンネルの母ちゃんとおーちゃんとひろきとママだよ。ママでーす。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。家族みんなで楽しく見てね。はい。いやー、なんか久しぶりじゃないこのオープニング。いや最近なんか最近ずっとゲームばっかりだからね。巻き舌だんだん上手になってくる。何の余談ですか。今日はですね、はい、ワードウルフっていうゲームをみんなでやりたいと思います。イエー、ワードウルフ。はい、言葉ワードね、言葉版の言葉は人狼って感じ。言葉版の人狼。はい、アズカバンの秘宝みたいな。言葉版の人狼。アズカバンの囚人か。もういい、もういい、もういい、もういい。皆さん、皆さん、ごちゃ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 、皆さん、情報が多すぎる。皆さん、ばあちゃんの誕生日ね、ね、ばあちゃんの誕生日、うん、あったね、この間、うん、アピール、アピール、おめでとう。おめでとう。ばあちゃん何歳？9歳。まあ、この動画ね、1週間から2週間後にアップされるんじゃないかなと思うから、だいぶ。ベロをつけないで、はい、まあ、そうそう、撮ってるよ。ベロをつけるつけないが後として、はい。異国の。腹話術だね。テレビで見ながら。今度やろうか、腹話術で。じゃあもう話広げないで、もう。ちょっと情報が多い。今この世に誰喋ってんのか、ね。今、はい、あれ見てる人、はい、何の動画だっけって思ってるって、今。いや、腹話術の動画です。ワードウルフっていうのが何なのかっていうと、一人一人ね、お題を配って、はい、そのお題についてみんなで話をするんですけど、一人だけ違うお題、仲間外れがいるんですね。はい、みんなでもらったお題の話をしてるんだけど、一人だけね、お題が違うから、あれなんかその話ちょっとこれと違うなとかね、なったりして、話が終わった後に狼を当てるっていう。なるほど、ゲームですね。見事に当てられたらどうする。まあ、当てられたら、市民の勝ちで。市民ってどっち。市民って、あの、多い方。そうそう、狼が仲間外れの人。分かったかな。まあ、一回やってみないと分からないね。あの、カードのあれと話が違かったら、あの、狼ってこと。まあ、誰が違う。最初は分からないんだよ、みんな。そう、人狼本人も分かんないんだよ、うん、話していくと、あれ私、みんなと違うかも、バレないようにみんなの話に合わせようみたいな。そうそうそう、はい、今ね、ネーネがね、お題作ってくれてるから。そうだこれ一つだけルール追加したくて、はい、一番最初に一人ずつそのお題について一つずつ喋る。それ一番最初の人が一番きつくない？後半だったらさ、あ、これ違うなってなったら合わせに行けない。いや、だから最初はすごく曖昧なこと言わないとバレちゃいますね。はい、ひわよりじらりげーぜー、うっせーよー。オリジナルソングもダウンロードしてね。じゃあみんなね、自分に配られたの見ないでね。もらいましたよ。はい、じゃあせーので撮りましょうか。人に見せないで。人に見せないでよ。せーの。あ、じゃあ私あれ。おー、なるほどね。じゃあ自分の前にカード置こうか。じゃあ誰が最初言うの。最初はグーじゃんけんぽい。いや、一人負けって。じゃあパパからあの時計回り。はい、じゃあ行きますよ。はい、ねえ、これね、制限時間とかないの。あ、そうだね、制限時間は5分ぐらいですね。5分、1人1分話す時間ってことで。じゃあ5分ね。じゃあ始めるよ。はい、よーい、スタート。はい、じゃあね、これはね、うん、いつも最後ね、助けてくれるんですよ。あー、助け船っていうのかな。なるほどね。誰？次。おーちゃん。私だね。すごい、あんまり直接的なことは言わない方がいいよ。え、色とかはいいの？色？いやー、色について言及するの？え？おーちゃん、大丈夫なの？これ一応私、視聴者の皆さんには見せようかな。自分のカード？これです。ちょっとこうしないと。なんとなく分かった。え？どういうこと？この2つのお題。この間も時間進んでますからね。はい、リボンつけてますね。ああ、なるほどね。リボンね。はい、まーちゃん。赤色入ってる。ああ。
じゃあいいっすか。はい、まあそれはあのね、キャラクターだよね。キャラクター、あ、キャラクター、キャラクター、それキャラクター。なんか兄弟いるよね。ああ、兄弟いるね。兄弟いるよね。あ、もうあとフリートーク、あ、フリートークね。音はいつも最後に助けてくれるって言ってたけど、それはどういうか。どうしようもない時はもう助けもねえんだよ、これ。あれでしょ、絶対絶命な時はってことだよね。もう、うん、ね、他の人も頼れない時や。もうもうこの人ポンじゃねえかな、ポンじゃねえかな。たまにし、た、そんなに出ない、そんなに出ないね。そんなに出ない、なるほど。合わせに来たね、今。いや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 、合わせに来た、今合わせに来たよね。あ、私はこれ好きだね。うん、あ、好きだ。優秀だよね。優秀ではある。有名だよね。あ、有名だ、有名でしょう。まあね、あの兄弟ともね、すごいね。国民の8割ぐらい食べしてる。8割ぐらいしか知らない。もう 100% 知ってるんじゃない。ちなみに、この人、この子の好物でわかる？好物。あー、え？あー、あれだ。あー、あ、思い出した、思い出した、思い出した。わかる？好物。俺がわからないんだよ。え、わかんない。逆に、うん、わかんないんだよ、この人の好物。わかんの？え、わかるよ。え？わかる。普通にわかる。わかる、わかる。王ちゃんがわかる？この客大好きなもの。ちょっとよくわかんなかった。わかる。わかる。わかる。終わった。時間終わった。あ、終わった。え？まあでも結構いい時間じゃない、5分って。どこで止める？そこで止まらない。そこで止めるのか。お前最近 iPhone 使い始まったから。Android しか使ってないから。いや、もうわかったよ。わかった。もう一つのお題もわかって。私もう一つのお題かわかんないんだけどな。投票しよう。せーので指さすか、その人のことね。せーの。ちょっと何？いや、絶対わかんなくて。白状しよう。じゃあ、はい。え、ちょっと待って。え、俺？せーので出す、ここに。せーの。あ、嘘だ。ママだよ、ママ。でもドラえもんなら知ってたんだよ。オオカミかもって。はい、あいつがね。だから、おとんがさ、最後に助けてくれるとか言うから、これドラえもんだよ、これおとんが。どうでもならない時はドラミちゃんしかないでしょ。いや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 、一番最初にそれを言ったから、多分みんなに誤解されたんだね。そう、私は赤いリボンがついてるって時点で、私じゃないな。じゃあ俺も実写だ。これは仲間いったと思った。逆にほとんどがドラえもんだと思って、俺ドラミだから、普通ドラミの方が少数派なんじゃないかと思って、俺今回少数派かと思ったら、おーちゃんが赤いリボンって言うから、おほとんじゃん。いや、だってドラミちゃんの好物してる？知らない。知らない。知ってる。メロンパン、メロンパン。そうなんだ、知らなかった。私さ、みんなが有名だよね、その好物が言ってるからさ、え、みんなそのドラミちゃんの好物知ってると思って、ドラえもんなのかなって。混乱してるね。混乱。だから、やべえやべえ、今ずっとドラミちゃんに寄せてってたんだけど、私どうしようと思って。こうなる時に一番なんか話合わないのはこの人だと思って。話合ってなかった。あんまり合ってないんだ。え、全然気づかなかった。俺ずっと音しか疑ってなかったから。だから途中なんで俺疑われんの？でも俺言ったじゃん。そんなに頻繁に出ないって。いや、だからそれはもう後から言ったから、こっちに寄せてきてんだなと思って。フォロー必死だなと思いながら聞いてたの。これは、多分普段の行いかな。そうだね。うん。で、このお題はね、似てるね。似てる。いい問題だった。え、これ誰の勝ちなの？わかんない。自分の勝ち？みんなの負け。当てられたのに？多数決だから。2回戦ね。2回戦。うわ、楽しそう。怖えよ。怖い。せーの。やっぱどうしても被んだよね、これね。はい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 。いや、もう片方絶対分かった、これ。あ、これは片方、これだったら片方分かるね。じゃあ私のお題はこれです。最初グーじゃんけんぽい。はい、ごでしょ。このじゃんけんは得意ではありません。シリじゃんけんにはルールが27種類もあるんです。は、最初はで反応しようかな。最初グーじゃんけんぽい。はい、ごでしょ。最初はグー、じゃんけんぽい。
おーい、まーちゃんか。では2番目かい。よっしゃ、私最後だ。じゃあ行きますよ。はい、よーい、スタート。具が入ってるよね。あー、具が入ってますね。これは煮込みます。うん、煮込みますね。あ、スプーンで食べるよね。うん、まあ、とてもいい匂い。あー、まあ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 、これなんていうかわかんない。その間に話してますか。まあ、あったかいよね。あー、あー、まあ、それは煮込むんだからあったかいでしょ。煮込むよ、体温まるね。美味しいよね。美味しい。美味しい。やっぱ子供大好きだよね。つまり、じゃあ料理ってことでいいですか。そうですね、料理ですね。はい、おーちゃん、一言。はい、ご飯もあるよね。ご飯もね。あー、一緒にご飯も出るってこと。うん、そっか。おーちゃん一緒にご飯出るの。ご飯とどうやって食べる。混ぜてスプーンで。あ、混ぜるの、混ぜて。でもこれ結構ね、お子さんでも作れるね。あ、そうだね。うん、確かに確かに。それ楽しいよね。うん、で、うん、私はお肉は鶏肉が好き。いや、鶏肉めっちゃうまいね。美味しいよね。入れるならね。じゃがいもも美味しいんですよ。何の肉かわからないけど、うん、油のね、うん、ある肉。油のある肉じゃない。そう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 。あ、まちゃ豚肉派なのね。はい。赤いも。ポーク。これ、じゃあこれあったらちょっとご飯何杯でも食べれるよね。あ、ほんとご飯と食べるの。いけるいける。ほんとこれご飯と食べるの。そうだよ。おかんはご飯と食べる。いや、少数派かもしれないけど、私結構ご飯と食べるかも。あら、そう。私結構ご飯と一緒に食べる。そうか、じゃあおかんは一緒かな。まーちゃんはご飯食べる。そんなご飯と食べるの悩む？大幅に2種類ぐらいあるよね。ああ。こっち系とこっち系と。うん。お店だとなんか、お店で食べそうなのはこっちだけど、なんか家庭ではこっちみたいな。うわあ、今ので一気に頭にもやかかったー。ロンドンの霧。晴れない。晴れない。高化学スモーク。せーの。おーちゃん、おーちゃん、おとん、おとん、プロピー、プロピー。じゃあ決戦投票にする。おとんとおーちゃん、いっせーので。誰？おーちゃん、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 せーの。やっぱりそっか。シチュー、シチュー、シチュー、おーちゃん、カレー。みんなカレーだと思ったね。みんなカレーかと思ったの。おーちゃん、みんなカレーと思って話してたの。そうだよね。騙されたね、みんなに。騙さ、騙す気はないけど、ごめんね、なんか。大丈夫、大丈夫。こういうゲームなんだよ。そういうゲームなの。お、自分でやる？なんで？パパチーム弱そうだからでしょ。なんで？すぐ疑われるから。じゃあ、気を取り直して頑張ろうぜ。3回戦ね。今回はね、ママのお題も見せませんので、はい、皆さん何の話を知ってるのか考えてみてください。はい、はい、じゃあいいですか。はい、一斉なので。カルタ、カルタ方式かな。おー、ほうほうほう、なるほどね。じゃあ誰が食べるのか。最初はグッ、じゃんけんぽい。や、お、ピロピチンからな。はい、よーい、スタート。すごく楽しいね。うん、楽しいよね。楽しい。あー、楽しいです、これは。うん、はい、楽しい、楽しい。あ、なんか、美味しいもの食べたりするよね。あー、まあ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 。毎年やるね。毎年やる。毎年やる。毎年やるんだね。え、なんて言えばいいんだ。なになになに。楽しいよね。楽しい、楽しいよね。楽しいよ、楽しいよね。まあ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 、うん。俺結構好きなのこれ。あ、そうなの。少しのね。おとんがさっき言ってたみたいに、じゃあ1年に1回来るものって考えていいの。そうだね、1年1回来る。1年に1回来る。ちなみにどのくらいの長さ。どのくらいの長さ。短いよ、それ。それは短いよ。短いよ。何に短いな。1年の中で短いな。確かに短いな、1年と比べたら。あとね、みんなからあのプレゼントもらえるね。これはさ、子供の方が楽しいよね。うん、そう。今みんなからプレゼントもらえるねって言ってね、うん、言ったね、言ったね。
うん、あーまあでもそっかそっか、うん、それじゃあ分かんねえのか。その日が楽しいから長く感じる、うん、あーなるほどね。そっか、長く感じちゃうか、うんうん、いろんなね、イベントイベントいろんなイベントその日にいろんなことするじゃん。あー確かにそうですね、いろんなことするの、いろんなことするの。それの時って暑かったり寒かったりする？する。あ、する。あー、そっか。なるほどねー。好きだとね。うん。あ、だとどその、季節あるでしょ？いや、あれだよね。あの、人それぞれっていうか。あ、人それぞれだったりすることもあるのかな。あー。人それぞれ？決まってるでしょ、その日暑かったり寒かったり。どっちどっち、ちょっと待って、どっち？え、誰かわかんない。いや、私もなんかわかるけど、わかった気がする。あ、わかった。その日に、でもそれは、いやでも決まってるでしょ、この日は。もう日でいいよね、もう言っちゃったけど。もう日、日、あー、いや、まとまってない。わかった。お題考えてる人もわかんないんだけど、これ。本当？みんなめっちゃボロ出さないように喋ってる。いいですか？はい、いいですよ。じゃあ、うん、せーの、ね、はぁ？俺？パパでしょ。ね、おちゃんね。パパだよね。ね。でしょね。おちゃんが言ってるから絶対そうだよ。ちなみにさ、もしパパが人狼だったとしたら、多数派のお題を当てれたら勝ちってことに。ああ、そういうルールあるよね。そういうこと？あるよね。え、でもさ、これだと、これでやるとさ、どうか分かんなくない？一回、第三者に見せないといけない。じゃあ、俺足せばいいのか。え、でも、それで、おとんが多数派だったら、意味ないわけで。ああ、そっか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 。これは人狼当てた時にしかできないから、だから、第三者に見てもらうしかないでしょ。でも、大体喋っててさ、なんかみんなとズレ感じてたんじゃないの？え、でも、前もそれでさ、おかんがドラえもんだったじゃん。私なんか自分は絶対多数派な気がするんだけど。こいつでしょ。わかんないな。どうだった？え、これどっちか言っていいの？でいいよ。外れじゃん。マジで？じゃあみんな出すじゃん。せーので。ドラえもんパターンだ。え、みんなクリスマスだったの？クリスマスだよ。マジで？いやー、こいつだよ。音俺っつってたじゃん。急に急になんか俺知ってたよみたいな言い方するよね。やられた。え、私も全然多数派だと思ってたんだけど。いや、俺誕生日なのは分かってたんだよ、もう片方が。いや、音にばっかり質問するから音はね疑われてると思ってんだよね。いや、マーちゃんにも、うん、で、こいつね、プレゼントもらえるってすごくね食いつくから、おとん今みんなからプレゼントもらって言ってたんだ。だってみんなからって言ったから。いや、みんなからもらえるんだよ。そう、だからよくよく考えたらクリスマスもみんなからもらえるのかと思って。なんか分かんない質問。寒かったり暑かったりする。なんでここでだから誕生日だったら寒くない人もいるじゃん、誕生日。まあ私もこれの別のお題はクリスマスだと思ってたよ。いや、俺は正直ね、クリスマスとお正月かなと思った。それも思った。お正月誕生日はと思わなかった。誰かその人それぞれって言ったから、うん、いや、あれだよね、あの人それぞれ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 っていうか、あ、ボロ出てたんだよ。なんで刺さないんだよ。いや、もうこっち音しか疑えなくなっちゃったもん。つまりこのゲームは日頃の行い。実は嘘つきだと思われて。皆さんも当たりました。最後のゲーム多分当たらなかったと思います。絶対難しいよこれね。難しいね。インターネットに、うん、あのお題がまとまってるサイトとかもあったりするので、うん、ちょっとあのね、ワードウルフでググっていただけると結構いろいろやり方とかアプリとかもあるんで、ね、お家にいる暇な時にやってみると盛り上がると思います。うん、結構不向きかもしれないね。あ、俺が自分が。それではまた明日ね。チャンネル登録もよろしくお願いします。今まで最後だ、じゃんけんぽい。皆さん、グーを出しました。勝った人は明日人狼あ、出るかも。何の人狼が出るんですか？何でも。もしくは人狼が勝つかも。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとう。
チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバイ。